今日は手抜きレトルト林に玉ねぎ、あと悪いとこなって、レタスときゅうり、これだけ。レトルトハヤシを入れて火を通して、コクがないので甘みも少ないので、ちょっとフライドオニオン残り足していきます。ちょっと酸味が強いレトルトだったんで、隠し味にみりんをちょろっと入れて調整しました。完成。今日の晩ご飯は玉ねぎのハヤシライスと野菜、あとは昨日の晩ご飯の残り、以上でした。